谷川岳の袋だけどカメラを首にかけてたばっかりに失敗映像になったよ。こんな昭和のハンディカムみたいな失敗あります？保護者の失敗映像って大体こんな感じですよね。まだ青空ならまだしも曇り空ですからね。たまに綺麗な風景が映るんだよね。それは静止画でもよかったのでは？それはごもっともない件なので静止画にしたんですね。めっちゃ写真撮って出せ入れこうなったわけですしね。その当時はブログ向けだったから動画を使うなんて夢にも思わなかったんだよ。その割にはよく動画を撮ってましたね。こっちは綺麗に撮れてますね。ロープウェイが方向転換するって新鮮ですよね。プロだとしてのワクワク感が止まらないね。今回の旅最後のロープウェイなので噛み締めましょう。正直乗りすぎですよね。やはりプロの景色は圧倒されますね。紅葉シーズンは感動するほど綺麗なんだろうね。ただ当然ロープウェイの窓はアクリルなので写真を撮るにはちょっときついんですよね。画像加工技術はかなり進歩しましたが、映り込みとかこういう補正はなんか微妙なんですよね。もう許可取ってドローン飛ばすしかないんですよ。ドローンって流行った割にあんまり普及しなかったね。撮影用じゃなくておもちゃのドローンはもっと流行ってもよかったんですけどね。子供の頃ラジコンヘリに猛烈な憧れがあった頃を思えば夢のようなガジェットだよね。今や道路や公園でラジコン走らせてる子供なんていませんしね。エネループが安価で買えるのでいい時代ですよ。タミヤの日課度電池と充電器セットなんて高値の花だったからね。酷使しすぎて最終的にはサビだらけの電池の形をしてる何かになってましたね。今思うと危険な状態ですが、それでも一応使えてたのがなんというか。多分今のラジコンはバッテリー積んでるので乾電池はいらないかもしれません。いい時代だね。構造はミニ四駆に毛が生えたレベルなのに無駄にたくさん電池を要求する割に熱量悪かったですよね。なんでリモコンは 9V だったんですかね。なぜこの人たちはロープウェイに乗ると昔の思い出を語り出すのか。何を言っているんだい。アーシュたちはずっと景色の話をしていましたけど、私はまた夢を見ていたのか。やっとふもとが見えてきましたね。こうしてみるとすごいところに駅を作ったんだね。巨大な立体駐車場があるのでにぎわうんでしょうね。すでに結構混んでたしね。本当に立派な駐車場ですよね。構造上屋上が出口ってのはちょっとややこしいですけどね。がっつり工事してますが綺麗になったんでしょうかね。この日以来行ってないからどうなっているんだろうね。再訪問してもいいんじゃないですか。今はロープウェイとリフトの往復券で3500円ですって。ちょいと高いけど妥当といえば妥当だね。旅行においてはケチケチしたくはないですしね。これから伊香保に戻るんですか。せっかくだからモグラ駅として有名な土合駅を見ていこうか。上りと下りが離れている上に下りホームは10分以上階段を歩き続けないといけないんですよね。その時点ですでに登山をしている気分ですね。こんなところの路線をよく伏線化しましたよね。まさかの砂利道ですが立派な駅舎ですね。タイヤが心配になるぐらいには粗い砂利だよ。駅の売店と思われるところは明らかにやってなさそうですね。その昔は栄えたんでしょうね。2000年代初頭までは夜行列車が発着してたみたいだけど、上越新幹線と関越自動車道の開通で客足が遠のいて無人駅化したみたいだね。中にはマムシがいるのと勝手に入ったら3万円ですって。なお崩落が激しくて中に入れないとのこと。有名な駅だし最近はカフェができたりビールを作ったりとだいぶ観光に力を入れてるみたいだね。全てウィキペディアの情報ですけどね。駅舎もなかなかおしゃれだよ。さすが寒いところの駅だけあって扉が重厚ですね。いろいろな時代のものがまとめられてますね。襟を正して登山をしようと思う看板ですね。有人改札はとっても懐かしいよね。懐かしいですが自動改札になったのって意外と最近の出来事ですよね。 JR は遅かったですからね。本数はやっぱり少ないね。1日の乗降客数は20人足らずだとか。土合駅から道が続いてるからちょっと歩いてみるよ。何があるんでしょうかね。土合ハウスがありましたね。人の気配はないですが窓は開いてますね。素敵な自販機が埋まってたよ。もうこの部分だけで自販機だってわかるのは末期ですよ。調べてみるにこの翌年までは営業していることになってますが、すでに怪しい状態ですけどね。一度泊まってみたかったね。こういうところってリビングで火を囲んで歌ったりするイメージありますよね。それはきっと偏見ですね。のんびりしてたらバスが通過しそうなバス停もありますね。場合によっては命の危険が伴うね。懐かしのコルトの車内ですね。ここがドリンクホルダーになってることに気づいた瞬間だよ。
多分ナビだけは新しめのやつがついてたんでしょうね。ということで伊香保に戻るよ。観光というよりも休む旅行みたいな効率があんまり良くない旅ですよね。ズンダの旅はいつもこんなもんですよ。でもスケジュールをタイトにしてくたびれたら意味がないですからね。そういう旅はしてる時は面白いけど正直修行だよね。スポットが多い京都とかだと必然的にそうなりますよね。喫茶店でのんびりしたり宿でゴロゴロしたりという大人の行動はしないですよね。食事以外でお店に入るという発想がないからね。極めて残念でもったいないですね。落ち着いて飲み物を飲めない方でしたね。せっかちなんだよ。でも伊香保に戻ってもホテルに戻るにはちょっと早いですね。また石段台をブラブラするみたいですよ。驚くべきことにこの先写真ほとんどないんだよね。写真を撮ることに飽きているんですね。初日はだらだら無駄な写真を撮り続けているのに。振り返ると自分の反省点が見えてくるってところで次回に続くよ。ご視聴ありがとうございます。次回もまた見てくださいね。まだまだ続くよ。楽しみに待っててね。